はい、では今からパティオの説明をさせていただきます。まあ、6名掛けのテーブルが1つ、2つで、あちら一番奥になるんですけども4名掛けのテーブルとなっています。今はですね、コロナの影響もあるのでこちらのスニーズガードを仕切りとして入れて、まあ、マックスで1卓4名様という形にはなっています。自然を基調とした作りとなっていますので、まあ、癒しの空間にはなっているのかなと思います。パテオ自体ですね、道路の方には面していませんので、静かな感じで本当にプライベート感のあるパテオになったのではないかなと思いますので、一度ご来店いただければ嬉しく思います。あとそれとですね、上の方なんですけども、屋根の方もついていますので、雨の日も、濡れずにお食事お酒楽しんでもらえる空間になってます。はいはい、今年の夏のメニューなんですけども、まずこちら、例年通り牛頭の冷やし中華2種類、出ています。今年限定の夏メニューはですね、こちら上の段になるんですけども、ガーリックスパイシー醤油ディップヌードルと醤油の辛いつけ麺になっております。こちらの方なんですけども、香味油でニンニクを使っていますので、香りも楽しんでもらえるものとなっております。で最後に、残ったスープで、こちら少し小さくなるんですけど、雑炊セットもご用意してますので、こちらで、楽しんでいただけるのもありかなと思います。ぜひご賞味いただけると嬉しいです。はい、で、夏今度ビールの方を安くしております。パティオオープン記念でビールの方札幌すべて 20% オフでやらせてもらっています。グラスの方はですね、4時までのものとなるんですけども、パイントピッチャーに関しては終日 20% オフでやらせてもらっていますので、ビール好きな人はぜひ、頼んでください。で最後にもう一つと、目玉商品といたしましてこちらになるんですけども、タワーピッチャー100オンス入るものになってまして、それを 39.8 ドル、大変お得に飲んでいただけるのかなと思いますので、ビールがお好きな方はぜひ頼んでいただければと思います。はい、新しいパティオの方もできましたので、またリューズヌードルバーの方よろしくお願いいたします。